こんにちは、みゆみゆのハンナリ京都 TV です。はい、猛獣会繰り広げられてますよ。今ね、風呂上がりで、ビール。いや、ビールを飲んで、今から晩ご飯を食べに行きたいと思います。めっちゃ美味しい、いいお店がありますので、本日はそちらのお店を猛獣たちと一緒に紹介していきたいと思いますので、みんなの週、ついてきなさい。みゆみゆハンナリ京都 TV。 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。ついたでついたで、なんかすごいすごい老舗、お空からのすごい老舗。はい、こちら麺料理老舗味まんさん、すごいな、めっちゃおしゃれな感じ。こんなおしゃれなところに吸い込まれる、こんな怖いおっさん連中、怖いわ。こんなおしゃれな味まん、おシャンティやのに全く似合わない。これちっちゃいおっさんもおるわ、ちっちゃいおっさんも。はい、うわ見て、わーかわいい、見てめっちゃおしゃれやで。わいいねこれ、ありがとうございます。めっちゃおしゃれやで、めっちゃおしゃれ。ではメニューをご紹介したいと思います。うわーすごいいい感じやわこれ。どう、うまそう。ちょっとびっくりするわおお、美味しそうですね。で、こんな感じ。ここはね、創作うどんのお店なので創作うどんにしました。はい、はい、会長の、会長の、猛獣、猛獣の会会長、うん。さっき風呂で剃りました。違います。満月。スポットです。後ろのスポットと。そば付き。さっき入れていただく人、初めて見た。ほんまや。お楽しみ終わりやん。お楽しみ終わりやん。どう？おいしそう。今日はしっかり噛んでんな、うん、味わってんねんな味わってるやん。わ、めっちゃすごいボリューム。これもすごい名物のカツ丼、うん、これもうどんつけてる、うどんつけてる。ボリュームすごいな、すごいな。じゃあボリュームすごいですね。秋の何やったっけ、信玄な。うわー、これいいね。信玄来たよ。行きましょう、これ。松尾大量。すごいな。これであったかいぶっかけ。うん。完成しました。どうぞ。で、私は、見てください。これめっちゃ豪華。和風ぶっかけ。和風ぶっかけと、天むす。こちらの名物です。うまそう、ビーム。うん、創作。いただきます。冷たい麺と温かい麺と、あとね、麺の、ね、太さが選べます。私は定番の太うどんにしました。細うどんも選べます。そして温かいシリーズ、温かいおうどん、熱々かけ待って。あれ、え、ちょっと待って、秋のやつ入ってこっちやな。熱々。じゃあこの辺でこの生姜と大根おろしを混ぜていきますか。いやー美味しそう。で、お米、そば。何やろこれ。ね、何が入ってるみたいかな。ごまだれ。このごまだれとこのひき肉が名物らしいですよ、これ。
でもまずそのままこのうどんを味わっていきたいと思います。すごいね、ものすごいコシ。うまっ、お餅みたい。うん、お餅みたい。お餅みたい、めっちゃ美味しい。プルプルだな。ツルンツルンのプルプル。コシのあるうどんや。美味しい。ちょっと混ざってきてるけど、この自家製のごまだれと、このひき肉、これがね、絶妙らしい。で、これ、さっぱりと、なんやろ、鶏肉かな、違うな、きのこ。まずちょっとこれいきますわ、ひき肉とごまだれで。いや、これ美味しいわ、このうどん。ひき肉とごまだれの絶妙なバランスらしいわ。うどん、めちゃくちゃ美味しい。ごまだれが、自家製ごまだれなんですよ。濃厚。ごま感がすごいわ。ごまがほんまに、ごまっていう感じで、このね、ミンチと、食べるとほんと、このミンチの味とごまがね、絡んでほんまに、書いてるように絶妙。すごいボリューム。で、こちらの名物ね、天むすなんですよ。こんなね、ミニサイズ。3つから頼めるので、頼んでもらいたい。いただきます。このだしもしっかり濃縮で煮てたことがある。おいしい。やっぱね、注文してから握ってるんで最高においしい。ちょっと卵をつぶしていきます。あんまりぐらい検証ない。いいねこれね、いろいろ楽しめますよ。さっきはね、ペースト、次はね、これなんやろな、キノコなんかな。鶏肉と言ったけど、なんかキノコっぽい。全部キノコやな、これ。これはこれでまたほら、楽しめる。うどんがね、ほんまに腰がお餅みたいなので、ものすごいね、歯ごたえと食べ応えで。このうどんボリュームやばい。うん、ボリュームがすごい、ほんと。美味しい。このだっけはごま油と、じゃあごまだれとごまだれとひき肉と味わったんやけども、また全然違う。この和風ザーサイ、これザーサイと昆布かな、昆布とほんでキノコ、めっちゃ美味しいで。大好物のナスビ。ナスうま。天ぷらも有名なんで、エビ天とか天ぷらとかもめっちゃ美味しそうで。なんかこの揚げてるね、おナスも素揚げなんやけど、素揚げなのにこのだしに絡んでめっちゃうまい。ラーメンみたいに食べると、ラーメンみたいにこうやって食べるとものすごいボリュームやから、口の中がね、もう最後楽しいから、いっぱいになる。なんかこの一本ずつこんな感じのがいいかも。お腹いっぱいになるよ。パンパン。
最後はレンゲ。うまい。熱い。すごいね、これ具だくさん。なめたけ入ってる。なめたけも入ってる。絶対うまいわ。うん。きのこも、なんて言ったっけ。きのこと、なんて言ったっけ。山菜？山菜。うん。山菜と、天ぷらと、ミンチ、んで、ごまペースト。すごいな、これ。あんまりなんぼでも、なんぼでも。すごいお得。これ最後まで食べないとね、中がすくえへんので。完食です。最高に美味しかった、ほんまに。こんな創作のうどん初めて食べましたわ。いろんなものが楽しめる。なんかいろんなこのね、創作、アッキーが言ってた信玄とか、中月とか天山とかいろいろあるけど、この和風、いろいろ楽しめました。楽しい。飽きへん、こんないろんなことを食べて、混ぜて食べてた。汗だく、これ見て、風呂入ったけど汗だく。こちらね、京都の松井山手。アジマンさん。めっちゃおしゃれな感じで、うどん屋さんっぽくはないけども、中に入ったらめっちゃ美味しいおうどん、天ぷら、いただけますので、ぜひ皆さん来てみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。汗だく。みーみーはんなり京都 TV、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。まだ食べれそうやわ。お腹いっぱいやけど。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。